皆さんこんにちは。寝起きよきよです。もう寝起きです。やばいっす。今回はですね、激闘ペッカラッシュということで、見てくださいこの量。ペッカ8体、このペッカ8体を使ってですね、もうねサイドカット用に、そのアーチャー20体、やっぱりペッカっていうのは無差別攻撃なので、やっぱその外周をドーンって回っちゃうので、アーチャー20体でこうね、ちょっとこう防衛施設を破壊していこうと思います。早速やっていきましょう。贅沢プレイをしたいと思います。おとりでペッカを1体。よし、ターゲット取りましたね。うわ強い。ちょっと待って、ターゲットの取り方、わあガン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 。ウォールブレーカー持ってくればよかったな。うん、よし。作っちゃった、青い。よし、オッケー。中に食い込め、中に援軍も出しとこう。俺らバネだ。よし、これ、うまくいったべ、このバネは。ヒーリング。これバネで、ワンチャンね、こう、よし。中には行ってくれないんだね。レイジ。よし、これはいいぞ。よし、これはいい。どんどん破壊しろ、どんどん。中に破壊できれば、こっちの中にね、侵入して。よし、いいぞ。よし。うお、なんという強さ。なんという、お。いけ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 。レイジをどこで撃つか、あとは。そうですね。これ辺で撃っときますか。うわ。レイジここら辺で打っておきますか。ちょっともったいないね。てか死んどるし。いけいけ、どんどんいけ、どんどん。よしよしよし、ダクエリア1000取れたぜ。てか1000でいいのかなみたいな感じもなりますけどね。ダン。いや強い。おバネ飛ばないし、もう。うわ、巨爆も受けてもそんなん知らんって感じですね。あと3体残っております。さて、ここね。いや、いいっすね、これは。ちょっと待って、でも防衛施設まだ結構残ってるな。これ絶対さ、うわ、隠しテスラ意外と。隠しテスラ結構効いてますね。やっぱ隠しテスラ結構効いてますわ。やばい、HP がないぞ。おっと、ここで壁の中に入っていこうとしてますね。いやー、これはきついか。いけいけ、よし、いいぞ。あと2体残ってますからね。さあ、ここで大砲なんてそんなんね、どうでもいいって感じですね。もうそんなん俺には効かないぜっていう、もうドヤ顔でもう30秒しかないし。そしてなぜか祭壇をワンパーン。いや強い。てか待って、こうタウンホール外っていうね、タウンホール外が気になりますけどね。死んでしまった。いやー、これ良かったんじゃないですか。これ良かったっすよ、多分。いや、多分良かった。ですね、やっぱりサイドカットが、アーチャー20体じゃきついかなってか。いや、まあ良かったんじゃないですかね。中に侵入できて、ちょっとやっぱりそのなんつうんでしょう、バネの字もいらないですね、実際。そのペッカは攻撃力ありまくるので、なんつうんでしょう、もう壁はもう基本的にもうボン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 いっちゃいますね。ということで、まあこれはね、クラン戦とかでは絶対使用しない方がいいですね。はい。ということで、激闘ペッカラッシュ、ご視聴ありがとうございました。